皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、ポグバの EL の魔王ダマッチカードについてレビューしていきます。ポグバ自身、今作5枚目の特殊カードになりまして、もちろんね、ルールブレイカーだったり、えっと、EL のカードだったり、まあ、パフォーマンスベースのカードではないカードも含めてになりますが、5枚目のカードになります。で、86のノーマルカードから3アップグレードされた89のカードになります。でね、久しぶりにね、こういう なんていうだろう、固有のモーションを持った選手をレビューするので、非常に楽しみですね。本当にこの選手ってノーマルカード使ってもそうなんですけど、試合の中ですごく目立つんですよね。まあ、オルシッチだったり、えっ、ー、と、それこそ誰だろう、最近レビューした選手。まあ、ワーマンギとかとか、まあ、ワーマンギとかはね、ちょっと特殊かな。かオルシッチだったり、ドーハーティーとかは、えっ、ー、と、強いは強かったんですけど、やっぱりそこまでね、目立つ要素はなかったので、まあ、 僕見たいな本当に目立つんで、この選手は楽しみですね。で、現在値段35万コインです。あの、非常に安いです。もちろんね、EL のカードが同じレーティングで70万ぐらい。まあ、倍近くしてセンターミートのカードで、えっと、EL のカードに関してはね、RTF なんで、まだアップグレードするんで、まあ、値段の上がり方っていうのは、 ありますがまあ、それに比べても安いいなと思いますあのプレミアリーグでセンターミッド、まあ左ウィングだ、左ミッドだっていうこともあるんですけど、このレベルの選手がこの値段で入ることはなかなかないので、まあ、最後の方で、ね、他の選手との比較もしていきたいのですが。 まあ、それもね、コストパフォーマンスもかなりいいんじゃないかなと思っています。で、ポグは191センチの、まあ、かなり大柄な選手ですね。で、ハイミディアムワークレートの右利きで、5スタースキル。まあ、ここ一つ特徴じゃないでしょうが、まあ、今作のメタの基準で、まあ、CDM としてはに使っていくので、そこまで必要はないんですけど、やっぱり攻撃にアクセントをつけられるんで、あの、まあ、どういう感じで動くか楽しみですね。で、逆足も4あります。 でえーとまあ、能力値見ていくと、やっぱりね、ノーアルカードからかなりアップグレードされてて、まあ、加速が、えーと、ペースが88までいって、でなおかつ、まあ、シュートスタッツも87、ドリブルも89、まあ、守備もようやく70乗ったっていう感じなんですけど、あるんですけど、やっぱりこのカードの特徴としてはフィジカルじゃないでしょうか。191センチの大柄な体格からフィジカルが、まあ、92あるので、まあ、どちらかというとカンテみたいに、それこそちょこまか動かしてディフェンスするっていうよりは、もう体を当てて、 ポールを奪い取るみたいな形になります。で、今回使っていくケミストリーシャドウになります。理由としてはね、やっぱりもうペースを上げるのは間違いないと思います。ただまあ、加速が81でどのぐらいなのかっていうのは1個注目点で。まあスピードはね94まで上がるので問題ないと思いますが、加速ですね。で、あとはまあドリブルの感覚ですね。ここら辺がまあ、どのぐらい改善されてるのか？っていうのが。 まあ、守備スタッツはちょっと物足りないんですけど、やっぱ今作ね、思うのが、すごくフィジカル依存してるんですよ、守備が。あの、守備値よりフィジカルが強いの方が、ボール当たったと、あボールじゃなくて、体を当てたとき取れるときが多いんですよ。なので、まあ、守備スタッツ80しかないんですけど、シャドウつけても。まあ、でもそれ以上の守備は多分できると思っています。で、えっと、まあ、ここら辺がね、かなり、えっと、 トレード持っている選手です今回使っていくチームこちらです。まあ、プレミアリーグに、まあ、ダブル,に,ルーに入れている形ですが、まあ、あの使い方としては、ね、チームに入れ方としてはいくらでもあると思います。左ウィングでリンクもいい選手なので。で今回どこで使っていくか、えっと、4231の攻撃的 CDM 一択ですね。えっと、一応戦術こちらですね。深さ落としてます。まあ、理由としてはね、今週、ね、ゲームプレイしてて深さの調整ちょっと入ったかなと若干思ってます。高すぎると 8でやってたら、結構裏抜け、先週よりは全然多くなった気がしたんで、ちょっと下げてみます。ただ、まあ、攻撃は、攻撃も少し減らしてんのかな。まあ、こんぐらいでやってます。あんまり深くは考えてないです。で、こえっ、ー、と、これは嘘ですね。ここをバランスにしています。で、見るならか、ステイバックの CDM ですね。で、ここら辺も。 こんな感じですね。まあ、チームこんな感じです。えっ、ー、と、まあ、普通のプレミアリーグのチームだと思ってもらってもいいと思います。ただ、まあ、この時に、まあ、守備的にどんぐらい戻ってくるのか、攻撃への参加率っていうのも見ていきたいですね。という感じで、ポグバ、始めていきます。では、まずドリブルから見ていきます。CDM のこの選手がポグバですね。ドリブルは決して軽くはないです。やはり重さは残ります。あの身長もそうですし、もちろん、ポグバ自身がおそらく ペース99だったりドリブルが99になっても多分多少は重いと思います。それが多分ボグバという選手で、ただ決してドリブルができないかって言われるとまた違う話で、それこそこの選手スキルがあるので、まあ、こういう風にスキルを使いながらあの、あとはフィジカルを使いながらドリブルすれば別に問題はないですね。ただまあそれこそドリブラーではないですね。で、えっと、この選手何が良かったか、まあいい点ねすごくいっぱいあったんですけど、やっぱり一つはパス。本当にパスずれがまっ なかったですねここ最近ここまでパスがいい選手は使ってなかったなと思うぐらいにパスの安定感はすごかったですそして2、えー、つ目にフィジカルフィジカルはとにかくえげつなかったあーやっぱりねポグバだなっていう感じでまあ攻撃もそうなんですけどさっきのシーンとかもうフィジカルでゴリ押せるんですよねそこがね魅力でしたねまあここトップスピードに乗った時のスピードっていうのももちろん、えー、とスプリントスピード94まであるので 主ありましたした本当にね弱点という弱点は加速だけでしたね、それ以外は目立つんですよね、とにかくあの、まあ、身体的特徴が、まあ、ポグバなんでそこが良かったですねで、ここ守備のシーンですね、守備ね、ここね、プライムクライフがめちゃくちゃ強いなと思って止められねえなと思ってて、もうここら辺ね、もう雑になってるんですけど体を当てれば100%取れるなと思いました、そこがねポグバのすごく良さだなと思ってて。 決してね、ジョッキーがね、軽いとかはないんですよ。あの、むしろ重いですし、やっぱり一歩目が遅いので、どうしても守備の遅れは取れるんですけど、本当に自分自身のプレイスキルがあればボールを取れるなっていう感じでしたね。あの、選手を適切に配置して、ちょっと体を当てれば取れるシーンに持っていければ、かなり良かったです。あの、本当にフィジカル一発でボンって当てれば、大体取れたんで。 でここ、スピードね、加速がついたシーンでは、まあ、スピードも結構速いなと思いましたね。まあ、ここ残念ながらオフサインにはなりましたが。えっ、ー、と、まあここね、インターセプションからの、ここも、えー、とドリブルで、ここ、メンディー相手、タックルしに来てて、吹っ飛ばされるっていう、これね、なかなかないですよ。うん、フリットぐらい、あんなのできんな。<laughs> なので、やっぱポグバーかなっていう感じでしたね、ここら辺は。まあ、ここ CDM のポジション取り。 えーと決して、ねまあ、目立つものはなかったんですけど、守備の,あの、まあ、ポジショニングは悪くはなかったですね。まあ、あとは本当に、まあ、自分で動かしてタックルしに行くっていう意識ですね。カンテみたいにあの自動で取ってくれるような選手ではないので、まあ、そこら辺は本当にプレスキルに折り蹴りという感じでしたね。まあ、ここもね僕はいい走り込みでしたね。ここはね僕はね直接的に関与されてないんですけどしてないんですけど、CDM ちゃんと戻ってきて、 えとまあポジション取りが良かったっていうことを教えたいですねですお伝えしたいですね。でえっ、ー、とまあここら辺のねポジション取りからの。 えっと、ハイワークレット、ここの前に出てくるシーンだったり。まあ、ここがね、ここなんで取れなかったっていうと、やっぱここが弱点の加速なんですよ。あそこね、加速がある選手なら前に行っててフィジカルで抑え込めるんですけど、やっぱ僕はね、加速がない分、ああいった風にメンディみたいなペースが99位くような選手に比べると1個目っていうのが遅くなっちゃいますね。で、ここのパスとかもね、スルーパス素晴らしいようしたね。本当にね、パス出ししてて楽しかったですね。まあ、あの、 現実通りのポグバだと思ってもらっていいんですよ。それなので、やっぱ花もありますし、使っててすげえ面白いなと思いましたね。まあここも冷静にシュートを決めますね。シュートも打てますし、パスもできて、あの、楽しみながらプレイできる選手でしたね。ここもフィジカルを活かしてからの、まあ縦への突破。まあここちょっと詰まりましたけど、 やっぱここがねスキル5のポグマの良さですね、ただ重い選手なだけではなくて、やっぱりスキルをうまく使いながらドリブルできれば、フィジカルもある分、全然できないことはないですね、ドリブルは。まあ、困ったらね、ね本当にフィジカルで抑えつける感じいいと思います。ここはね、今日ベストゴールですね、あのワンタッチのポグマの素晴らしいループファーストだったんですけど、まあ、ルイニーの、ね、走り出しも良かったんですけど、本当に綺麗なゴールでしたね。 ここもパスですね。やっぱね、パスがね、本当に、まあ、ロングパスを通したくなる選手でしたね。そこがすごくね、使ってて面白いなと思った、本当ですね。あの、35万の選手とは思えなかったですね。やっぱりね、ポグバはポグバなんでっていうのが、多分結論なんですけど、本当に試合中、目立つんで、目立つってね、やっぱり大きいですね。特にこの中盤のポジション、ここ最後ね、素晴らしいパスを出して、まあ、ラッシュポを冷静に決めて、入っていきます。 では最後ポグバンまとめていきます。現在の値段が35万コインですね。まずね、値段抜きに話していきますと、個人的にはかなり強いなと思いました。あの、やっぱ固有のボディタイプを持っていて、まあこの髪型、身体的特徴からして、試合中で本当に目立つんですよね。これで CDM としてすごく大事な要素で、やっぱりね、 目立たない選手っているんですよ。キミヒとかも、ティーンオードイヤーのカードとか、すごく強いんですよ。ボールを持った時が強いですし、まあ、時々強さは見せるんですが、若干ね、印象が薄いんですよ。で、昨日のオルシッチも割とそういう選手で、えっ、ー、と、CTM に置いてて、まあ、強いなと思う場面はあるんですけど、やっぱり画面の中にいて、この選手が一瞬でポグバっていうのが判別できるので、強いんだろうなと思ってて、あの、本当に目立った 出たなっていう感じですね。もうこの3試合使ってたんですけど、主役がポグバみたいな試合でしたね。レビューしてるとかじゃなくて、本当に目立つ選手でした。ただ、その一方で、やっぱりこの加速の遅さっていうのは気になる方は気になると思いました。うん、あのね、かなりね、ポグバって好き嫌いが分かれるカードなんですよ。このカードを結構一般のユーザー、そこまで上手くない方々にとっては全然強くねえな。 と思いがちのカードなんですよただ、前回の世界大会、J さんが優勝した、えー、とアジア大会とか、えっ、ー、と、いつだっけな、あれ、11月か12月、ルールブレイカーポグバが出た直後だったんですけど、プロがね、こぞってこのポグバを使ってたんですよ。本当にみんなポグバ使ってて、ポグバってそんな強いのみたいな、結構話題になってて、ただ、それってなぜかっていうと、ポグバって、プレイスキルによって、めちゃくちゃ左右される選手なんですよね。あの、 決しカンテとかは逆なんですよ。カンテは正直誰が使ってもある程度のパフォーマンスを残すんですけど、ポグバの場合、ちゃんとそれに合うプレースキルがないと本当に消えちゃう選手というか、あの守備のポジショニングもめちゃくちゃいいわけではないので、やっぱりその CDM として置いていく、守備をしていく上で自分で操作することがすごく大事なんですよ。で、えー、とそのただその操作をできたとき、体を当てたとき、この選手っていうのは100%取れるんで、 あのかなりそこはねできる人ならかなり強いですでえっ、ー、とまあ僕が使ってて思ったのはやっぱここの守備っていうのもこの守備スタッツ以上のものはあるなと思いましたし攻撃的に存在感もありますシュートも打てますスキルもありもう決して35万の選手ではないかなと僕は思いましたただまあそれこそ好みはすげえ分かれると思うんでそこはね皆さん方のねもうなんだろう慣れっていうのも必要だと思うしえっ、ー、と まあ感覚かなと思います。個人的にはね、プレイアブダマンスのブルーノのカード。まあブルーノのカードはね、平均的にめちゃくちゃ強いんですよ。で、すげえ強いなと思うシーンもあるんですけど、やっぱりフィジカル負けするときがあるんですよ。特にトップメーター相手にブルーノで体を当てても取れないシーンがあって、あのブルーノの方がね、守備スタッツは上なんですよ。このカードより。ただ、ポグマの方がフィジカルがある分、多分簡単に取れるシーンがあるんですよ。 そこが違いで、まあ、どっちか置きたいっていうのであれば、まあ、値段が全然違うんであれですけど、僕はポグバの方がブルーのよりは使いたいかなと思いましたね。使ってて楽しいです。本当にポグバという、ポグバまんまみたいな。あの調子がいいポグバってすごく遊び心があってプレイしてるじゃないですか。それをもう本当に体現してるカードなんで、使ってて楽しかったですね。で、ケ、えっと、ミストリーに関しては、まあ CDM として起用していく上でシャドウ一択だと思いますやはりここのね加速っていうのが僕自身弱点だとお伝えしましたが本当に弱点だと思います。なので、えーとまあ、そこを最大限上げられるあの シャドウがいいいと思いますでトップ下はね、使えないことはないんですけど、やっぱトップ下にはちょっと重すぎるかなと思います。使うポジションとしてはやっぱ CDM だったりセンターミートのカードかなと思いました。で、と攻撃的で、ね、守備的だともっとやっぱいい選手はいると思うので、攻撃的 CDM がおすすめです。で、他の選手ね、比較していくと、プレミアリーグ、あの、 やっぱりね、このカードっていうのは破格なんですよ。能力値を考えると35万ってすごく安いです。まあ、ワイナルドとか47万とかいますけど、やっぱブルーノの、えっ、ー、と、ブルーので35万で買われるカード多分ないですよね。セカンドインフォームが48で。この1個下なら変えるのかな ?88 とかなら変えるんですかね。ただまあ、えっ、ー、と、 ブルーノのここら辺の89ぐらいでしたら、絶対ポグバの方が強いと思います。ポグバの方が存在感あるんで、で、フィジカル負けしちゃうんで、ブルーノの場合。それに関しては、それこそワイナルダムとかも一緒なんですよ。基本的に体がそこまで強い選手ではないので、彼らは全然全く違うタイプなんですよね。言っちゃえば。 ただ、僕はポグバの方が好きです。これはね、使いやすいのは絶対ブルーノだったりワイナルダムだと思いますけど、まあ、使う人によってはポグバの方がやっぱり強いかなというふうに思いましたが。それこそ、シソコとダブルボナッチ食わせたら本当に面白いと思います。あの、面白いようにフィジカル勝ちできると思うので、まあ、ちょっとどっかでね、シソコね、あの、負けてくれたおかげで、負けてくれたおかげっていうのも変ですけど、このカード65万で手に入るのは安いと思います。あの、ビエラの本当に劣化版ぐらいだと思うので、 まあ、どっか知らんタイミングで使ってみたいですね。このリース・チェームとかも使ってみたいですね。まあこ、この2人はね、守備的指示点なので、あんまり比較にはなれないと思います。という感じで終えていきます。まあ、あの、好みが分かれるカードですし、ただまあ、めちゃくちゃ使ってて面白いなと思うカードでした。で、えっと、この89のカードに関してはね、まあ、いない程度今年の調子、ミラーにしっかり勝てましたし、まあ、90、91っていうのも見えてくれば、あの、 かなりいいカードにはなってくるんで、今現在70万という値段もね、安いとは思いますので、ちょっと今後ね、どっかで、あの、ウィーケン本当に連れていきたいなと思うぐらい良かったですね、僕の感触では。っていう感じで終えていきます。ちょっとね、話長すぎて、あの、ちょっと熱くな、熱くなって語ってしまって申し訳ないんですけど、いかがでしたでしょうか。もしね、質問、コメントなどありましたら、いつでもお待ちしております。 で、えっ、ー、と、明日からの予定何にも考えてないです。まあ、ジョ、ジョターレビューしようかなって若干思ってるけど、あまりね、やっぱジョタって使ってて面白い選手ではないんで、結構、それこそオルシッチみたいな、なんだろう、ノーマルカードっていう感じなんですよ。あの、やっぱり僕みたいな固有の選手っていうのはすごく特徴的であるんですけど、ジョタってそこまで特徴がある選手ではないので、どうしようか悩んでいます。 ので、ちょっと多分やんないかな。あんまり乗り気じゃないんで。<laughs> すいません。<laughs> って感じで終えていきます。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。